尾農林水産大臣を拝命いたしました山田雅彦です。口蹄疫の思いがけない感染でもって大変な事態になり、赤松大臣が自ら再任をお断りしましたんで、本来だったら私自身も共同責任あると思ってるんですが、菅総理大臣の方からしっかり口蹄疫も含めてなんとか山田さん収束に向けて頑張ってほしいというお話がありまして、今回お引き受けさせていただきました。口蹄疫の問題も本当にまだまだ燃え盛っておりまして、3万頭からの完治、疑似完治がまだ埋却されずにウイルスを発散し続けているという、非常に予断を許さない状況なんで、大変もう、作業を従事している人もで農家の方々も極度に疲労困憊しているような状況もありますし、なんとか本当に早急にこの問題の解決を図らなきゃいけないと思っております。でまたかねてから農業個別所得保障の本格実施も控えておりますし、でまた食の安全、林業水産業についても一つしっかり取り組まさせていただきたい、そう考えております。はい、どうぞ。はい、新聞新聞です。吉武と言いますが、はい、諫早湾の干拓事業の開門調査です。前任の赤松大臣は参院選までに開門するか態度を表明する方針でありましたけれども、大臣はどうお考えですかというのが一つ、はい、この問題ではですね、菅総理が野党時代から、開門を持論としております。一方、大臣の地元長崎では反対の立場です、はい、このねじれをですね、どう解きほぐして方向性を示すか、ご説明お願いします。この問題では前の赤松大臣が非常に熱心に取り組んでいただき、でまた軍事副大臣が軍事調査会と言っていいと思いますが、開門調査に向けての与党の先生方および佐賀県とか長崎県とか関係各県のいろんなご意見聞きながら意見をまとめていただきました。でその中では環境調査アセス調査の上開門の云々というくだりがありますが、そういった意見もまた私も詳しく郡司さんからお聞きし、明日は赤松大臣と引き継ぎすることにしておりますんで、赤松大臣の意向もしっかりお聞きした上で改めてどうするか考えてみたいと思っているところです。大臣、すみません、 NHK の関です。個別所得保障制度なんですが、去年度米を対象にモデル事業が始まったと思うんですが、来年度その業種を拡大させて、本格実施ということになれば、その経費というのはさらに膨らむというおそれがあると思うんですが、改めてこの来年度この米以外の個別所得保障制度を拡大して実施する方針なのか、改めてご紹介します。個別所得保障はマニフェストにもありますように、今党の方でこれからどういうまとめになるか分かりませんが、一応今の段階で1兆円の個別所得保障という線を出していただいているかと思っています。で、今回5618億で、水田を活用したいわゆる麦、大豆、そして飼料米、米粉米とか、そういった自給率向上事業をさせていただきました。来年は、麦、大豆を中心とした畑作も含めて の個別所得保障の本格実施、
でまた酪農についても随分マルキン制度など補完マルキンを一本の新マルキン制度にするなど、こう簡素化で直接支払いをいろいろ導入させていただきましたが、そういったものも含めてこれから本当に農村社会が、まあ、付加価値を高める六次産業化も含めてそういった個別所得保障に向けてしっかりと取り組んでいきたいと思っております。はい、日本農業新聞の藤井と申します。はい、矢崎の工程機のですね、現地の対策本部の事務長部下の大臣さんとおかですけども、公認の方はどうしようかという話がありますか。明日官邸で7時から工程機対策の本部会議が開かれますので、その席で現地対策本部長、いわゆる私の後任も決めさせていただきたいと思っているところです。はい、最後でお願いします。先ほど菅総理から工程機も含めて、まあ、頑張ってほしいという話があったということですが、はい、この工程機の問題も含めてその他にも具体的な指示、菅総理からどのような指示があったでしょうか。まあいろいろお話しさせていただきましたが、まあ、具体的にというよりも、まあ、林業水産も含めてしっかりやろうというような感じの話でして、もともと菅総理が民主党の代表の時農林漁業再生プランを私の方でまとめさせていただいたいきさつありますので、何回も当時今の菅総理といろいろご議論し、かつ菅総理のご意見も当時から受けたまっておりますし、その意を受けてしっかり取り組んでいきたいと思っております。はい、山田大臣ありがとうございました。はい。